どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールリ・インボーク、激闘路地裏の決戦の A に、こちらのパーティーで、挑戦していきたいと思います。元隊員含めたゼロ番隊パーティーですね。うん、めちゃめちゃかっこいい。前夜2周年アリマスペシャルさんのガチで強い入る、で、配布された、ウィさんですね。で、光栄が、平子と、ハイセですね。ハイセをあえてプレミアムで連れてきてるのは、まあ、この 白いコート、捜査官特有の白いコートで、全員決めたかったからです。では、行きましょう。めっちゃかっこいいな、この並び。めちゃめちゃかっこいいんだが、とりあえず、ウィさんとハイルを貯めていきます。で、アリまで締めるか。やばいんだが、このコートだ。このコートの集団。超かっこいいんだけど。しかもゼロ番隊っていうね。ロマンだな。ロマンパーティーだな。お遊びパーティー。んで、アリマ貯めて、一旦貯めて、ハイルを撃つ前にアモンは倒れてくれるね。で、ここだな。最後のヨモさんがめちゃくちゃね、武器耐久値高いんですよ。なんで、ウィさんとアリマで削りたい。一旦目にね。じゃあ、まず、ハイルを撃つか。いや、まずあれだな。ウィさん撃って、いや、違うな。まず削って、これ微妙なラインになるんじゃないかな。スキル撃つタイミングが。ウィさんでブレイクはできなさそうだな。これアリマ撃った方が良かったな。先にアリマ撃って、でウィさんのスキルを使わずにアリマだけアタックポイント貯めた方が良かったんじゃないだろうか。あ、いいや、これでいけるわ。で、ハイルで締めと。ウタさんのカグネなんかまがまがしいな。んで、ここはとりあえずハイルを撃ちます。で、防御力を 0.3 倍にしていく。ドルルル、オッケー。んで、下準備完了と。で、ここでウィさんを撃って、麻痺ついてるしね。麻痺の特攻 GS ですよ。ブスッと。んで、から、アリマ撃って、これ、アリマ撃ったら終わるかな。お、ハイルの最後一発で締めれた。あ、綺麗に締まったな。最後、ブレイクバーストを発動するまでもなく、全員のアタックポイントをちゃっかりくっきり、全部消費して締めることができました。気持ちいいね、今のは。にしてもゼロ番隊の並びがかっこよすぎる件について、はい、というわけで、これは周回報酬かな。で、ウタさんがもらえるっぽいですね。なんで、まあ全員ごとずできるとは思うんで、皆さんね、頑張って周回していきましょう。ちなみに僕はまだできてません。はい。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。